お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら30日でホグライダーを極める企画24日目やっていきたいと思います。でこちらのね、ホグ企画、まあ久々ですね。まあ休んでたというか、まあサボってたんですけど、ちょっと久々にやっていこうかなと。でですね、ちょっとアップデートのなんか詳細が出たらしくて、なんか新カードというか、なんかね、チャンピオンって呼ばれるマジでぶっ壊れカードみたいななんかね、3枚ぐらい出るらしいんですけど、まあそれのね、動画も、まあ新カード実際に出てから話せたらなと思ってて、ちょっと僕大会がね、近くて、マジ世界大会に行けるかどうかがね、決まる大会が10月30日のね、夜11時ぐらいからあるんで、ぜひ YouTube でね、応援してもらえたらいいんですけど、なんでそのアップデートからね、情報ちょっとあんまり、今はね、頭に入れずに、ちょっと大会に向けてマジで頑張りたいなっていうのがあって、ちょっと今回ね、アップデートがあんま出せてません。そしてね、もう環境というか、まあ、クラロワっていうもの自体がね、すごい変わってしまう可能性があるんでね、まあ本当にね、今のクラロワっていうね、この戦い方が、本当今だけ、もう少ししたら変わってしまうかもしれないんで、ちょっと今の間にね、はい、皆さん今のクラロワね、ちょっともう堪能してもらってね、と。というわけで、今日はね、ホグやっていきます。もう試合前なんでね、まあ大会だと思って、本当に結構無言レベルで今日はね、やっていきたいと思います。今出せるホグの、まあ一番上手いプレイでね、今日やっていきたいと思います。マジ集中。さあ、よろしく。でも、ホグのいいとこはね、まあ、絶対的な相性がないとこですね。そして、神風、ジャイプリですね。ジャイプリプリだ。ゴリゴリできそうだな。さあ、読みザップとかも来るんでね。プリンスいないときのあと、ホグでかいね、これ。言っていいで、ダックプリエレキメガゴぐらいだと結構入る。2発入るぞ、これ。なんなら3発、うん、さあ、ザップも使ってる。うわぁ、これちょっと嫌だな。ウッドで刻めそうだな。さっきザップ使ったからね。ここでスケでとかする。いやぁ、いいねぇ。いいよ。いや、行きたいけど。行ったらダメな気です。突進止めてもらって、よしよし。で、これはある程度受けてしょうがないです。その代わり俺も攻めます。うん。低め力かな、ロケホーキング起動の。え？やば。そんなことある。捨ててきた。いや、でかい。しかもこの神風って、本当に、世界で一番ジャイプリプリがうまいような人なんですよ。そうそうそう、みんなからしたらね、天ゴッドかもしれないんですけど、まあ天下一のね、ジャイ使いと呼ばれた天ゴッドも、まあジャイ上手いんだけど、それ以上にこの神風はね、ジャイしか使わないんでね、そう、ジャイがマジで上手いんですよ。いや、その神風ちゃんに今押してるのはでかくて、まあ問題はこの984守れんのかっつう話なんだよね。いや、ホグ飛ばしたいなぁ。まあ、ファイボ使ったから、小物で回して、単純にロケホーム装できる今。うん。さあ、このロケホーね。まあ、ディガー当ててくるでしょうね。いや、もうスプレ削りか。さあ、うまいね。さあ、一旦これスペルで削ってくる作戦っすね。いや、やだな。ホグ飛ばせねえじゃん、そんな。ね。いや、拾いたい。いや、でもこれは残る。ファイボだな、あれ。絶対ファイボ打ってよ。ずっと、うわ、ロケット敷かれた。いや、これ行くしかない、行くしかない、行くしかない。さすがに行くしかない。さあ、プリンス来る。いや、でも、さすがにこれダメージ稼ぎ時なんでね。今の間にダメージ稼いで、今の間にダメージ稼いでね、逃げ切りたいよ。さあ、ロケホエレキやる、熱い。え？ちょ、うちのロケホ？どこ向いてる？オッケーオッケー。さあ、しっかりあとは範囲と刻んでね。オッケーオッケー。いや、これ美味しい。オッケー。いや、神ホグ来た。
いやでかいね。これはマジででかい。え、いやうまっ。防衛うますぎるから。あ、これちょっとクエイクッドで削り、ファイブを使ったロケ砲。テスラ置いちゃおう。いや、なんかワンパンされそうだな。いやー、このホグちょっと危ないかもな。一発あればいいんだよ。一発も入んない。ホグ一発ぐらい入ってよ。本当に一発決めるだけでいいんだよ。一発ぐらい入ってよ。全然入ってくんねえホグが。いやー、でも大丈夫でしょ。さすがにな。クエイクッドもう一周回します。回るよな。オッケーオッケー。いや、さすがにクエイクが250ぐらいだから落ちますね。オッケーオッケー。255ですね。よし、さあ集中。今日はちょっとね、無言目でまずやっていきます。勝ちだけを求めてね。ナイス。なんか今までなんか意外と無言のマルチ動画というか本気マルチ動画みたいなあんま上げたことなかったなっていうのも思ったんで、ちょっとまたそういうのもね、あげてみたいですね。さあ、バルーンですね。ちなみにバルーンは、ホグクエイクちょっと嫌ですね。結構嫌だ。ワンパンされちゃう。さあ、タルババ。ボーラーのバルーンだったら、励ます。結構冴えてこないですね。まあこれは行ってキング起動かな。さあ、まあまあまあ、ちょっとでも稼ぎたい。で、序盤はテスラを先置きはしたらダメ。いや、これマジで 100-0 ぐらいの相性なんですけど、これに対しての勝ち方をね、前見つけ出すからね。 100-0 ぐらいなんだけど、序盤は、まあ、相手のバルーン来たらロケ砲テスラ合わせて、入っても一発しか入んないんですよ。で、2倍タイム入ったら先置きテスラをしなきゃなんかね、辛かったですね。もうランバルフリーズ打たれてみたいな感じだったね。ここ延命ちょっと俺のテクじゃちょっと怖かったんで、あえてしない。さあ削って、あとはこっからはランバーですね。嫌なのか。うっ、相手諦めた。いや、待って、諦めたもと思った。やった、これやばい、これマジやばい、マジやばい、マジやばい。バカ、俺。どっからどう見てもバカやんか。さあ、ランバー咲いたら先置きしてよくて。マジ、ランバーゲーなんだよね、これ。あとはしっかり、このテスラを延命する。相手もうまいですね、このテスラを壊そうとしてくる。ホグ使った、ホグじゃない、トレン使ったんでホグ飛ばして。一発？でかい。よしよしよし。さあ、ロケット欲しい。
いやこれ言っていい気がしたな。フリーズ、いやいいね。ちょ、相手先置きしちゃおう。逆サイが来るかもしれない。危ねえ。オッケー。いやマジででかい、マジででかい。これでかすぎるやろ。いやマジででかい。いや本当にこれ API っていうデータが見るサイトがあるんですけど、勝率みたいな、マジで2割とかしかないっすよ。いやーえぐいでかい。ナイス。さあ来たルーカスだ。今年もう世界1位2回取ってます、公式の大会で。いや枯渇か、勝ちてえけどな。端前プリンとあとはテスラですね、僕が嫌なのは。うん、逆っすね。いやいいホグウッドか。うー一発でかい、マジででかい。いやこっちか。飛んでこない。いや前に飛んでくるのか。いや分かってますね、バルキリーカンプしてくるの。お待って、ミスってる、でかミスってる。いやマジかよ、これでかすぎるな。いやでもマジか、前に飛ばしてくんだな、ちゃんとバルキリーでやっぱ完封できるんでね。まああと絶対ここで端前プリンがね来るんですよね。まあプリンの一発で抑えたっす。あとはクエイクズリ、さすがに本物だと思うんだけど、こんなスタンプ使ってくるっけって。あとハチプリ、バルキリープリンとかも全然あるよ。さあバルキリー完封用に前にしてますね。うん、なんかクエイクでも削りながら、いや回転が速い。いやちょっと怖くなってきたな。いやでかい。いや定位置か。いやでかい。いや待って、これスケファイスピなんか位置工夫すればあれなんですよね、タイミングと完封できるんですよ。いやロケよな、俺一生警戒してるんですよね、さっきから。やべえな、マジで負けそうになってる。いや右下か。いや熱い、これいや入んねえか。さあ来るぞロケ削り。いやでもロッキー打ったもんな。いやこれはいいホグや。あーっけ、あぶねー。なんかスケファイスピをトトンって出すとファイ、あの完封できるんですよ。
そうそうそう、ちょっとそれやればよかったっすね。なんか、でも、ハシプリによく使ってたからかな。いや、でかい。普通に相性は悪くはないけど、でかい。チナ前期世界17っすからね。いやー、いいよ。さっきルーカスまでではでかいね。さあ、よろしく。いやー、どうしようかな。ショットホグ飛ばすかどうか悩むよね。定年パターンでいきます。アイウィズ、いやアイウィズ珍しいな。まあアイウィズの時点でホグ相性悪いっすね。トルネなんでね。いやえぐ、なんかチンパンすぎるな。トルネもあるっすからね。ミスんねえかな。さあクロスかな。まあ、クロスだな。ロケだったしな。さあまあクロスボウね、まあテスラが悪いのとロケが悪いんでね。まあこれはあのね、攻めクロスをされるときついかな。どうだろう。もうこんなんね、スペル削り対決なんだね。で、ちょっとキングも視野に入れていきたいね、俺は。いやテスラもあるか。いやこれウッドで回すのが正解だったかな。いやこれロケ用で回すと回転遅くなるんで、これ違うっすね。いや美味しい。取るね。いやミスってる。いや熱い。いや勝った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 。いやさすがに勝った。いやでかすぎるな。相手がなんかクロスの方に攻め打って打ったんだっけな。いやマジでこれでかいっすね。スプレー削りきついからな普通に。さあナイス。いやよくガチガチガチね。頭おかしくなりそう。さあ来たぞ、よろしく。ふう、いや今日悪くない。初手ウッドも怖いけどいきます。ゴリゴリ削って、あータイミングかってやばいな。まあダクピリなんでロイかエレジャイかスケラかぐらい。ジャイか、またジャイ。いやジャイってそんないないんですよ別に。やばい、ファイブで。いやなんかめっちゃでもいい感じ。しかもなんならメガゴ殴るからさ、これでメガゴタワー殴れないんじゃない今バルキリーに寄ったこと。あー殴んなよ、なんでやねん。
バルギリも殴っといて、タワーも殴るか。おい、すぐ女性に手出すやんけ。マジかよ。さあホグ行こう。でプリンスで受けられて、まあ、ロケホースケで回収。これ2発入んねえだから、プリンス強。基本的にこの辺に出すと読みザップくるんで、ここに出すと読まれないっすよね。あ、もう一枚いんのかな。さあでここは鬱陶する必要があるのかなっていう。結局延命する気ないんでね。あー出た、ディガー削りっすね。コモン、この間に攻めます。このロケット押しがいいのかは際。あ、でも今ザップ使わせたっすね。まあザップ使ったらスケが無双するのはね、意外とでかいからね。これスケ取っときたいよなーっていう謎の思いがあるんだよ。ハイスピー、ファイスピーでも8枚も強いよな。いや、スケ使ってよかったか。さあこれ合わせます。一旦ね、まずしっかり防衛の構えを取らないといけない。おー、相手も本気がしてますね。ファイブか。さあメガゴをやりたいな俺。おー、プリプリがプリプリが止まらん。違うメガゴをやりたいっていうテスラなんやそれ。俺の、いやこれさ、右にジェイつけられるやつもしかして。いや優秀。これさ、いいよテスラ、よく起きた、おはよう。お目覚めのようですねテスラくん。でロギホーマー無限回すイメージと、いやあのプリンスの投資本当に受けたくないんですよね。まあ受けちゃったんですよね。あれだ、もう一生警戒してんね。危ね。これスケサイト単体プリンス来そう。相手が俺のサイドに合わせてきてくれたのはまあ嫌だけど、意外と悪い話ではなくてみたいな。いや、これメガゴムソね。いや、相手なんかさ、一生このじわじわ攻めっすね、さっくら。じわ攻めしかしてこん。ほぐ攻めたい。一発押し。いや入った。うわ、神ウッドやんけ俺。マジかよ。さすがに惚れるやろこれ。いや神ウッドすげー。いや普通にね、なんか沼ってたね、ちょっとトロ落としてたんですけど、ちょっと戻りましたね。いやーナイスだ。いやーちょっといいね。はい、というわけで今日はね、ちょっと今まであんまなかったんですけど、結構喋んなかったと思うんですよ、まあ、どうだろうな、いつもよりいいプレイできたのかな。あんま自分からはね分かんないんですけど、結構ね接戦ね勝てたんで、まあ、そこはちょっと良かったのかなと思います。またね、ホグ企画、はい、やるので、そこもね、お楽しみください。あと5日ですね。もう、ワンランク上いけるといいね、このホグ。そしてね、結構こう、無言目、集中してね、やったんですけど、なんかいつもよりめっちゃいいとか、もっともっと解説欲しいとか、いろいろね、あればその辺もコメントお願いします。皆さんもホグ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、アートです。またね。